はい、どうもこんにちは。有吉弘行さん世代の10歳差婚、実際の発生の確率っていうのが東洋経済オンラインで載ってるんですよ。お笑い芸人の有吉さんとアナウンサーの夏目いくさんとの結婚でネットニュースなどが盛り上がっていますが、エンターテイメント界 に生きるお二人の10歳の年の差について私はそう珍しくないと感じ、珍しくは感じないかもしれません。しかし一般で考えてみるとかなり珍しい組み合わせです。例えば、個々人の同級生で聞く、よく聞くといった年齢差ではないと思いますと。要するにこれは何を言いたいのかというと、たけるくんとモネちゃんも年齢が離れてるんですよね。たけるくんは32歳でしょ。で、モネちゃん23歳でしょ。9歳差なんですよ。結構な年の差なんですよね、あの年代で言うと。で、だから、年の差婚っていうのは一体どういうもんなのか。年の差カップだったり、年の差婚っていうのは、どれぐらいの確率なのかっていうのを、モネちゃんとタケル君でも確率的に当てはまるじゃないですか。まあ、ちょっとだからそこを考えようかなと思ってるところなんですけど、こういった年齢、年の差婚の記事をネットニュースで読むと、レコメンドエンジンがついているニュースサイトや総合ポータルサイトで閲覧した場合、その後次と画面上に年の差婚の関係のニュースがまだまだあるよとばかりに推薦され始めます。こうしてネットを開けば年の差婚の情報が流れる状況に誘導されることによって、なんだ年の差婚って全然珍しくないんだよなとか、最近は年の差婚が増えてきているよねとかといった、統計的に言えば勘違いしてしまうような方々が少なからず出ていると。レコメンド機能によってってことね。でも年の差婚はまだ珍しいってことを言いたいんですか？なるほど。年代でも違うってことね。まず、男の初婚、初めて結婚する人の年齢で、2019年のグラフがあるんですよ。で、一番多いのが、25から29がダントツで多いんですね。かなり多いですね。で、その次に多いのが30から34。で、その次に多いのが20歳から24。と、拮抗してるのが35から39。だから、たけるが35までって言ってるでしょ？だから30から34までってのは2番目に多いからちょうどいいですよね。35ってなっちゃうと若干減るっていう感じですね、世の中的にはね。女の人に関して見ると2019年は一番多いのが25から29なんですよ。で、もう一つは23じゃないですか。25から29歳っていうのがダントツで多い。で、その次に多いのが30歳から34歳なんですよ。で、その次に多いのが20から24歳。で、まあね、モネちゃんは20から24歳で結婚しそうもないから、まあ、結婚するとしたら25から29歳ってなった時に、一番、世の中的には一番多い層に入るってことですよね。結婚の適齢期としてはね。まあだから男女ともに20代後半が圧倒的に初婚の人は多いと。一般ではね。でもまあ芸能では違うでしょうからね。で、だからよく30歳以降の男女で20代で大変モテていた、またそれなりの方と交際していたということを根拠に、せめて同じ水準またはよりいい人との考えがそこそこにまた多くの出会いがまだまだあるはずと考える方が、という話を結婚支援の現場から疑う。あ、なるほどね。その20代のうちに出会いが多いから、そこら辺でも決めた方が結婚しやすいよって話ですよね。まあ、ただこの有吉夏目未来のこの結婚って年の差婚っていうのは、この人は10歳の年の差はあるんだけど、そもそもの初婚の年齢が夏目未来自体で30後半なんですよ。36なんですよね。もう37になるのかな。で、有吉くんも それの10個やだから46とか47なわけですよ。だから、元々の年齢がこう、ぐっと上がってるから、年の差が10あっても、そんなに、年の差を感じないというか、なんていうんですかね、元々の年齢が高いからってことですね。特にこう、夏目さんみたいに30代後半で結婚するとぐっと少なくなるわけですよ。そういう意味ではちょっと珍しい。で、たけるくんみたいに今30代前半でしょ。で、モネちゃんみたいに20代前半ってなった年の差が10、まあ、9歳。で、前提としてですよ。で、また別なのを見てみるとですね、ちょっと待ってね。またね、オーネストっていう、ほら、あれがあるじゃないですか、結婚支援の、サイトですよね。そこのグラフっていうか、そこの調べでね、
年の差婚についての記事があるんですよ。そもそも年の差婚とはっていうと、夫婦の年齢の差にある結婚のことを言います。何歳差以上など明確な定義はありません。ただ1、2歳とか3、4歳というのは同年代と言っていい年齢差、年の差に含まれていないと考えているでしょう。明確な年齢差とは言いませんが、年の差は10歳や20歳差など、それなりに大きく年齢差がある男女の結婚を指すと仮定しますと。その前提をもとに、年の差のメリット、デメリット、年の差が向いている人の特徴を紹介するというのは、これちょっとね、竹物にね、参考になるかなと思ってるんですよ。じゃあ、調査のデータから見る、年の差婚の希望と現実はどれぐらいの人が、年の差を希望しているのか、実際どれぐらいの人が、年齢差の結婚が多いのかっていうのを見ると、まあ、基本的には竹森だから、竹るくんの方が全然年上ってことですよね。まず希望ね。普通、どっちを希望するか。男性が希望する年齢差ってのは、1位は同い年なんですよ。これが 41% ぐらい。だから結構高いですよね。で、2位が、1、2歳差。まあ、ここら辺はあんまり変わらないが、2位、3位、4位が、2位が1、2歳差。3位が5、6歳差。4位が3、4歳差ってことなんですよ。で、7歳以上年下ってなると5位になってきて、これが 8.5% まで落ちるんですよね。それまでは 14% 前後、15% 前後なんですよ。同世代の結婚。だから、ほとんどあまり年をそんなに、なんだろうな、希望としては年の差がない方がいい。女性も、1位は1、2歳年上。それが、まあ 29.6%。で、2位が同い年が 28%。だから、ここだけでもうすでに 60% ぐらいになるんですよね。まあ、あと3位が3、4歳。4位が5、6歳っていうの。これがだいたい 20%、10% ぐらいですよ。で、7歳以上年上の人になると、5.6% でググッとっていう。だから、女性もそんなに年の差を望んでないと。しかしですね、現実の実績はというと、のやつは、夫が年上っていうのが、まあ、大体多いんですけど、そうするの 55% になるんですけど、1歳上っていうのが 13.5 で一番高いんですよ。で、その次に多いのが7歳以上なんですよ。だから、年の差だから7歳以上だから10歳でも20歳でも含まれる、その年の差婚が 11.2% なの。だから、現実問題で希望としては、大体同世代がいいんだけど、現実問題は、実は年の差婚は多いってことなんですよね。じゃあ、その年の差に対するメリット、デメリットっていうのがあって、男性が年上の場合のメリットですよね。女性が求めるメリットですよ。男性が年上に対しては。まず自分よりも精神的に余裕があり、包容力が期待される。で、自分よりも人生経験が豊富なため、困難に直面した時に相談やアドバイスを得られることが期待できる。自分より人生経験が豊富なため、そばにいて学ぶことで自分も成長することができる。自分よりもはるかに収入が多いことに期待でき、経済的余裕が生まれる可能性が高い。まさにこれね、竹萌えの萌えちゃんが竹るくんに望めることじゃないですかね、って思います。じゃあ、その逆でデメリットですね。男性が年上のデメリット。まず平均寿命から考えて、早くに未亡人になる可能性が高い。まあ、それはしょうがないですよね。自然の摂理です。定年までの期間が短く、子供の教育費が必要な時間よりも前に収入が減るリスクがある。リストラなどにあった場合、年齢的に再就職が不利になる場合がある。年齢によっては希望する住宅ローンが組めないなど、将来的な経済面の不安がある。これでも、たけるくんの場合サラリーマンじゃないので、定年はないですよね。だからそこはま問題、デメリットにならない。年齢によっては不妊の可能性が高まる。まあ、あんまり年いっちゃうとね、確かにそれはあるかもしれないですね。年齢によっては子育て中に体力が追いつかなくなる場合がある。まあ、体力は、たけるくんはあるんじゃないですかね。アクションスターですからね。自分よりも早く高齢になるため、介護をしなければいけない可能性がある。それはしょうがないですよね。それはもう、どこでも付きまとうことですよ。それ、年上、年下関係なくなるんじゃないですかね。なんか若年性のね、問題だってあるわけだから、それはあんまり関係ない気もしますよね。じゃあ、男性目線で、女性が年下の場合のメリット。まず主導権を握りやすいってことね。あと自分の経験を評価して尊敬し甘えてくれると。まあ、まさにそうですよね。年下ならではですよね。じゃあ、
女の人が年下のデメリット、男からしてみてね。人生経験が少なく世間知らずな場合がある。でも、俺じゃんって世間知らずではないですよね。かなり、たけるくんも言ったけど、年齢の割には他の人たちよりも大人だよねって言ってましたよね。あと、経済的に、精神的にも頼られるすぎると疲れてしまう可能性がある。これはないんじゃないですか。経済的な面は、モネちゃんはかなり稼いでると思いますよ。あんなに出てるから。じゃあ、年の差婚に向いてる人ですね。まあ、男性が年上の場合の、年の差婚に向いてる女性ですね。男性が退職やリストラなどで収入が途絶えることも想定し、自分の仕事や保有資産で生活を維持できるなど、男性の収入を当てにしないで済む人。これ、モネちゃん全然いけるでしょう。一生涯、それはいけんじゃないですかね。あんなに才能がある、稼げる、あれぐらいの年の女の人はなかなかいないと思いますよ。あと、男性が10歳、20歳上の場合は、夫の介護が必要となる可能性もあり、その覚悟ができている人。また子供がいない人生でも良いと思える人。モネちゃんは子供好きですからね。子供欲しいんじゃない。でもまあまあ全然まだ子供がね、できる年齢ですからね。大丈夫。そこは全然大丈夫だと思いますけど。夏目ミクさんとか、有吉くんの場合は分かんないですよね。そこは。ギリですよね。それじゃあその逆で、たけるくんがその、女性が年下の場合っていうやつですね。価値観や世代の違いを柔軟に受け入れられる人。これは全然大丈夫じゃないですかね。シュガーとか見ても相当、ね、世代の違いとかも余裕で受け流してますもんね。人生経験の浅い世間知らずの女性だっても許容してあげられる人。それは全然大丈夫じゃないですか、見てて。うん。すごく人を尊重する人だから。と、女性の収入が少ない場合、その分金銭的な負担を惜しまない人。全然大丈夫でしょ。あんなに CM 出て稼いでるんですよ。金持ちですよ、相当。まあ、そういうことで考えると、まあ、たけるくんとモネちゃんの年の差婚っていうのは全然今だったらありなんじゃないかなっていう感じの、このね、一般的に考えるメリット、デメリットでも全然問題ないっていうところに当てはまるような感じは僕はします。まあ、そんな感じでした。ではでは。